こんばんきろー、お疲れ様です。皆様いかがお過ごしでしょう。ケロケ。いや、私があの定型文にしてるからなんですけど。あれ、ちょっとカエルの方が多いな。あらあら、ケロケロ、皆さんカエルになりそうなの。お疲れケロ、ケロケロケロ、こんばんケロ。カエルになりそうってありがとうございます。サヤカリ沼に生息するカエルになってくださいます。あ、僕もしめサバ食べたケロ。しめサバ、そう、私お昼ご飯に食べたんですよ。一緒だ。マイさん、かわいいギフトありがとうございます。ポップさんも流れ星とかもいっぱいありがとう。なんだっけ、あ、短冊、短冊もありがとうございます。ありがとう皆さん。そう、お昼はしめサバでした。今日はね、一日レッスンだったんですけど、私はお昼ご飯の時間、わざわざ家に帰ってしめサバをしめサバを食べました。ギフトありがとうございます。皆様お疲れ様です。7月初見です、ありがとうございます。ちょっと待ってください、私の時計では今日、電波時計では今日1月1日になってる。あれ、なんでだろう。なんでですか。ほら、1月1日土曜日らしい、今日。私の電波時計では。今びっくりした。明けましておめでとうございます。2023年かな。あれ、何年、土曜日だって。湿度 63% って結構あるね。あれ、なんで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 、どういうこと。お年玉もらわないと。電波時計が壊れてる、壊れてる。あ、成人式もうすぐですね。どうしよう、私まだ振り袖決めてないんだけど。あ、でもさ、お年玉もそうだね、もらうんじゃなくてもうあげる年。すごい。あげたい、あげたい、お年玉あげたい。もうあげる人もいないな。親戚の子とか。今年の抱負どうしようかな、ちょっとどうしよう。もらう人に立候補。あ、お姉ちゃんにお年玉あげるの。そう、でもお姉ちゃんお年玉ね、本当にくれてたから、結構何年もだから、じゃああげようかな。あ、書き留めする。なんで壊れてるんだろう。なんかさ、これどっかリセットボタンみたいな、電波受信、ちょっと電波受信してみます。電波受信、あ、ちょっと今電波受信してもらってるので。あ、初詣でまだ行ってないですね、ちょっと行かなきゃ。今年は何吉かな。今受信中。妨害電波送らないで。カズさんもいっぱい星ありがとうございます。キラ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 光る。振り袖配信ってできるのかな。振り袖配信、あざと写真ありがとうって。そうなんです、昨日配信でちょっと今日あざとい写真をあざとい写真をちょっと撮ったので、意識して、ああいう系のあざとい写真を送るのはなかなかレアな気がします。撮って明日送りますみたいなこと言ったんですけど、
あざと写真送りました。どうでした？あれ撮りながらね、一人ですごい笑っちゃったの。え、もっとあざといポーズってどんなポーズ？ちょっと教えてください。タカさん、静岡の店舗のタカさん、クマありがとうございます。クマありがクマです。ありがとうございます。さしゆきさんもギフトありがとうございます。あさかりんの話を聞いて昨日からもまめ撮り始めました。あら、ありがとうございます。あさかりん、あさかりんどうでした？ちょっとどうでしたか？かわいいギフトありがとう。あざといポーズわかんないな。あざとさ足りないの？じゃあちょっとまたたまにじゃあ送りますね。あざかりん、あざかりんってなんか本当にあざがある、あざがある人みたい。今あざあるかな？結構いつも負傷、どっか負傷してるんですけど、あ、今めっちゃあざがない。すごい今いいですね。あ、そうそう、あのメール、そのあざかりんと一緒に書いたんですけど、最近ねヨーグルトを凍らせて食べてます。毎年夏そうするんですよ。私ヨーグルト結構好きな食べ物ランキング第何位かな、5位ぐらいだから結構食べるんですけど、凍らせて食べるのが好きです。え、女子力高いってヨーグルト凍らせて食べるのって女子力なの？嘘。ヨーグルト美味しいよね。あ、ギリシャヨーグルト、あのオイコス凍らせたりもしてる。でも普通のヨーグルトです。え、順位多分適当じゃない？だって1位リンゴでしょ、2位がクッキー、3位きなこ、4位なんだろう、八朔、5位ヨーグルト。あれ、他に私好きな食べ物ありますかね。もうね、ヨーグルトにきな粉かけて食べるのが美味しい。皆さん、ヨーグルト凍ると冷たくなります。固体になります。あ、豆乳、レモン、あ、レモン、豆乳、あ、メロンは何位だろう、502位ぐらい。よしひこさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ありがとう。あ、なんかさ、最近ウィンクの調子がいい気がする。あ、ウィンクの調子がいいので、じゃあ明日のお話し会のツーショット会に来てくださる方、ぜひウィンクお願いしますって言ったら調子いいかも。ちょっと微妙かな。きなかーになってるって。きなこ、何でもきなこかける人きなかーっていうの？でも私結構きなかーかもしれない。引くって言われてる。502位がメロンで503位なんだろうな、なんだろうな、たらことか。え、きなかーなってるよ私。
通に。あのね、豆腐、木綿豆腐にきな粉かけて食べたらね、めっちゃ美味しいんですよ。ぜひ皆さんやってみてください。今の表情可愛かったって言われても、今の表情はもう分かんない分かんない分かんない。きな粉じゃなくてたらこね、昔からちょっとだけ苦手なんですよ。キュンです、キュンですキュンです。数の子何位って、数の子は何位だろうな、1005位ぐらい、1015位ぐらい。ちなみにシシャモはランキング圏外です。あ、メール今来た、おおカズさんもギフトありがとうございます。確かに私魚の卵が苦手なのかな。メールモバメ来たって、ありがとう。おやすみメール受け取ってくださってありがとうございます。明日お話し会よろしくね、よろしくお願いします。楽しみにしております。狼子供の雨と雪合ってるって、私録画しようとそう思ってたんですよ。あ、忘れてた。好きです。あの前見たことあるんですけど、めっちゃよかったってなったから、狼子供の雨と雪、久しぶりに見たいって思って、朝録画しなきゃって思ったんですけど、してなかった。Amazon プライムにありますかねあるかな、ちょっと見てみよう、あるかな悲しみ、途中で泣きそうになった。あるありましたので、じゃあ録画してなくて大丈夫、見ようと思ったらね、いつでも見れますさすが、ちょっとアマゾン熱帯雨林様様、一安心。よかった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 セーフですねさすが熱帯雨林だ。好きな食べ物500位が気になる。500位、逆に皆さん何ですか、好きな食べ物500位は。はい、どうぞどうぞ気になる好きな食べ物500位ってみんな何なのかな。ちなみに私は何だろう、500位でしょ、500位か、何だろうな、軸とか500位でも、一軸500位は低すぎか、もっと上か、300位ぐらいかな。ちょっと皆さんの身を、あら、らっきょう、でも私らっきょうはちょっと 1000何位かもしれん。酢の物私結構好きだから、50位ぐらいだな。椎茸嫌いな、500位なの。なんかあれだよね、食べれなくもないみたいな食べ物だよね多分500位って。わかめ、しば漬け、
豆乳きな粉が500位なの？そんな。あ、豆腐きな粉豆腐きな粉めっちゃ美味しいよ。あめちゃん、ザクロ。あ、私500位分かりました。500位、分かった分かった。ライチ。あ、グリーンピースもいい線いってますね。グリーンピースも結構500位近い。私も。あ、キクラゲ。え、スコンブ私結構好き。山井さん、クマありがとうございます。ありがクマ、ありがクマです。ありがとう、ありがとう。ライチうまいやんって。ライチは美味しいよって。なんか私ライチ、なんかさ、ライチってさ、なんか昆虫みたいじゃない？いやちょっとあれ、なんかライチ、私ちょっとね、いつだろう、小学生ぐらいの時にどっかの朝食バイキングみたいなので初めて、人生で初めて食べて。あ、わかる？わかってくださる？なんかそう、ちょっとなんかめっちゃ、あれこれ幼虫幼虫じゃんってなって、そっからなんかちょっとね、ちょっと食べれなくもないんですけど、だからちょっと500位ぐらいかなって見た目かな。私結構食わず嫌いあるかも。ともたんさんもギフトありがとうございます。でもえらいちね、きっと美味しいんですよ多分。でもライチの、なんだろう、こんにゃく畑のライチ味とかは好きですよなんかゼリーのライチ味とかは好き好きだからね。ライチの味が嫌いなわけじゃないですフォローになってない。いや、フォローになってる、これはちゃんとね、こんにゃく畑のライチ味大好きソルティーライチも好きです。美味しいよね。それソルティーライチも好き。ちょっとライチにきな粉は絶対合わないと思う って感じですかね。必死のフォロー。チューハイなの？ソルティーライチってなんかありますよ。お酒じゃなくてあるよ。ソルティーライチだっけお酒じゃない、お酒じゃないやつで、なんか白っぽいパッケージで、なんか売ってない？スポーツドリンクみたいなそう、ペットボトルのあれ、そう、ジュースお酒じゃないよ違う、ノンアルとかじゃなくて普通にありますよ、飲み物でお酒の話だったら、こんな二十歳になったばっかでさ、あ、ソルティーライチ美味しいよねとか言ってたらちょっと詳しすぎないなんかあるんですよ、ジュースっていうの、スポーツドリンクそう、ありますあります。スポーツドリンクはグリーンだから派です、私あ、でも全部美味しいな。夏だね。ポカリも美味しい。最近飲んでないな、スポーツドリンク。毎日飲んでる？レッドブルはね、この前初めて飲みました
一瞬めちゃめちゃ元気になった気がする。飲んだ瞬間。でも1週間じゃないや、1時間2時間ぐらいしたらね、普通にもう眠くなっちゃった。そう、翼生えましたね。一瞬翼生えた。カルピスが似合うって私？カルピスは好きですね。カルピスソーダ美味しいね。飲み物の CM あってそうって、なんかガールズストリームさんのアンケートみたいなやつに書いた気がする。なんか飲料水の CM、 何の CM に出る、 CM に出れるとしたら何の CM に出たいですかみたいな質問がありまして、飲料水って書きましたね。なんかすごい喉をねゴフゴフ鳴らしたい。ケロッケロッケロッ。そう、プハープハー。こんばんは、こんばんは。 STU48 2期研究生の原田さやかです。今日レッスン後で髪の毛がボサボサなのに、なんか思ったよりボサボサに映ってないから嬉しい。そう、今日レッスンのね合間にお家に帰ったんですよ。なんかわざわざ帰、なんか本当にその一旦帰る時すごい日が照ってて暑くて、もう帰るだけで汗かいちゃったから、あーこれ逆に帰らない方が、帰った方が疲れたじゃんって思いましたね。そう、合間に帰ったの。で30分ぐらいでしめ鯖食べてまたすぐ出かけました。大雨だった？今日雨降ってないはずです。めっちゃ晴れてたよ広島は。でもあれだね、週間予報見たら結構明日雨なのかな。ずっと1週間ぐらいずっと雨だったような気がする。東京は雨、関東大雨。あら、しめさは何位だろう、好きな食べ物何位かな。割とというか結構かなり好きだから、20位には入りますね。15位ぐらいかな。カツオのたたきも好きですね。めちゃくちゃ上位だった。あ、リアルって、あ、選抜入りだね。カツオのたたきとしめさば、どっちが好きだろう。カツオのたたきがじゃあ14位かもしれない。でもそこはちょっと迷いますね。熱い戦いですねそこは。なんだろう、神セブンなんだろうな。4位ぐらいまで言いましたよね。1位リンゴ、2位クッキー、3位きな粉、4位ヨーグルト、5位、なんだろう、あーさつまいもも入るな。さつまいもも絶対入る。
あと5、6、7か。どうしよう。ほい。あれ私8作言ったっけ。あ、4位。あ、ヨーグルトは5位だった。あ、4位8作、5位ヨーグルト、6位。卵焼きも好き、だし巻き卵も大好き。え、ちょっとだし巻き卵か、何が好きかなと。ホワイトボードに書き出すってそんな大々的に発表するの。母さんが作る味噌汁美味しいですね。大豆ミート、相関図書くの。好きな食べ物相関図。もやしチャーハン、チャーハンそんなかな。でもお肉も好き。タルト好きです。タルトも入る、スコーンも入る。タルトかスコーンかだし巻き卵か、あとなんだろう。確かに私結構その時流行ってるブームがあるのでランキング結構変わる気がする。頻繁に変わりますね。なんだろう。冷えたご飯、冷やご飯も好き。冷やご飯は8位ぐらいかな。年越しそば、なんだろう。6位がじゃあタルトで、7位がだし巻き卵、8位がスコーン、あれ8位冷やご飯って言った、で9位が冷やご飯。となんだろう、最近梅干しが好きです。あー、焼き芋はね、もう秋の焼き芋は結構もう3位ぐらいに入ってくるかもしれない。秋になったらね、焼き芋大好き成人になるの。待って、アイスも、そっか、アイスの存在忘れてたね。芋掘りなんか幼稚園の頃にした気がする。なんかあるよね、幼稚園の芋掘り体験。デーツ何位だろう。デーツ何位かな。40位ぐらい。よいしょ。お水を飲みます。皆さんお気づきかもしれませんけど、なんだっけ、このコップすごく可愛くて気に入ったので3コインズで買いましたって言ったコップあったじゃないですか。それのね、色違い。色違い買ってきました。これはお水ですね。聞いた？色違い買いましたっていうのも言いました？嘘、色違い買ったとこまで言ったっけ？あら。もう私記憶からその本当にそれ言ってたの私ですか？私ね、こういうことね多々あるんですよ。絶対私言ってないはずなのに
え、その話なんかこう言ってたよとかあるの。え、でもそんなこと私言ってないですってなるんですけど、たまにあります。不思議だよね。ちょっと、ま、ポロッポポッポロ。え、でもね、そういうの言われるたびに私は絶対言ってないから絶対あなたが間違ってるよって思うんですけど私の記憶がないだけなのかな。おいって言われてるくるくー異世界の私か。お水が美味しい。ダンスもよく忘れそう。それはそうですね。頑張ります。ちょっとダンス頑張らなきゃ。過去の動画をどうぞって。いや多分もうこのコップについては絶対私はもう多分過去に言ったんでしょうけど言ったと思うんですけど、なんか他にもねあるんですよ。よくあるから。あら、さやかに3人目だっけって。そうですね、今の私は3人目何の話ダンスね、頑張ります。私のツアーの初日は7月31日なので頑張ります綾波レイレイみたいって3人目漫画同じ巻買っちゃったことありますよ。あります。本棚に並べようとして、あるじゃんって何回ぐらいあるかな。 2、3回ありますね。だからもうその缶はもうあのカバーも開けずに置いてるカバーっていうかなんて言うんですか、あのペラペラ白いフィルムみたいのもう開けずに隣に置いてる。え、あるあるだよね。あるあるって。あ、よかった、あるあるでくださいってあげますよ20-30回というかと思ってドキドキしたもう保存用、そう保存用にしてますで結構ショックだよね。あ、買ってたってあるあるだ。確認してから買う。いやー、なんかもうなんて言うんだろう、なんかもう持ってない気になっちゃって買っちゃうんですよ。明日はどんな服を着ようかな。今部屋に漫画いっぱいあるのって。広島にはそんなに持ってきてないです。漫画は全部実家に置いてる。広島に持ってきてる漫画はなんだっけ、ヒロアカとワンピースの新しい方の巻何冊かと鬼滅とぐらいかな。行く場所がね、ないんですよ。
明日お話し会楽しみや楽しみや楽しみですな。あ、電波戻った。7月2日に戻りました。やったやった。あ、進撃は漫画集めてたんですけど、もう全巻電子書籍で買い直しましたね。未来から帰ってきました。夏なんか急に部屋が暑くなりましたね1月から7月に飛んでまいりました。お正月終わったね。タイムリープ成功正月がでも一番好きかも。電波が戻ってきた。また時空をさまよってるって言われてる。おみくじ引いたっけ私。あ、引きましたね。おみくじ何吉だったかな。なんか大吉じゃなくてテンション下がった記憶がある。吉とかだったかな。中吉小吉なんかそんな感じでしたね。お正月特別感ありますよね。やっぱり少女漫画読まんのかなって。そう、私少女漫画全然読まない人間だったんですけど、この前借りて読んだんですよ。面白かった面白かったです。一気に読んじゃった。青春やーって思いながら読みました。タム吉タム吉でした。にゃんて漫画ってヒロイン失格読みました。自分で描く絵は少女漫画っぽいのにって。私少女漫画っぽい絵描きますか LINE スタンプ書いてるじゃないですか自分書くのどうしようって思って。あ、知ってる。え、じゃあ皆さんの方が少女漫画詳しいかも少女漫画のおすすめあります？何かありますか？夏目友人帳って少女漫画じゃなくない？え？最近表情が明るくなった気がしているって。でもポジカリン効果かって。ポジカリンになったとはいえなったとはいえやっぱりいろいろ思い悩みますけど、立ち直りが早くなったかもしれない。実写で桐谷美玲さんが出てたやつだねって。そっか、なんか
なんか今それで浮かんできた。なんか予告見たことある。あ、なんか思い出した。そうだね、ストロボエッジ、ルートバスケット、なんかどっちも聞いたことあります。読んでみようかな。君に届けはお姉ちゃんが読んでたな。あ、お姉ちゃんが読んでて家に全巻あったんですけど、私もなんかチラッと読んでた。チラッと読みました。キュンキュン、キュン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 。七夕のお願いは何をしましょうか、何をしましょうか。こんばんは、こんばんは。明日はそこそこ早起き。あ、私ちょっと今日皆さん、私朝朝5時にツイートしました。拍手。願い事がなくなりますようにって願い事するのいいですね。宝くじ当選。5億円当たりますように。5億ケロ。2日連続来るとは思ってもなかった。あ、また起こしちゃったかな。またどうしよう。またたくさんの人がもう2日連続も鳴ったから、通知が鳴って目が覚めちゃったから、通知オフにされてないかな。大丈夫かな。こんにちは、はじめまして、はじめまして。スティーフ48人気研究生の原田さやかです。お願いします。ツイートの後は二度寝って、もちろん。もちろんもちろん、ちゃんと目覚ましでセットしてて起きてツイートして、あ、おやすみ。果たしてそれは朝活というのか。ハッシュタグも。あ、もち、え、言わない方が良かった。そっかそっか、そうだね、早起き朝活とかなんかハッシュタグ張り切ってつけてたから、そうだね。通知テロ。ちょっと、あ、ちょっとダメだね。5時起きって言っとけばよかった。5時起きです。ちょっとなんでもない、ちょっとやり直します。ハッシュタグ二度寝もつけたらよかったね。じゃあ次朝5時にツイートする時があったら、ハッシュタグ二度寝もつけなきゃね。理想のさやかりんが崩れましたって。いやー、もともとね、朝5時とか今日の5時とかもうするつもりなかったんですけど、もともと七並べのお礼のツイートはしたかったから、夜に考えてて、ツイートの内容を、あ、もうじゃあどうせならまた朝5時に起きてツイートしようかなってふと思ったので、なんとびっくり、2日連続でしたね。リップ読んでますよ。リップ嬉しい。びっくりしてたみんな。明日はさすがにもうツイートする内容ないかな。だんだん本当にね、皆さんを起こさせるアカウントになっちゃうから、ちょっと自粛しようかしら。内容がないよってツイートするの？何時まで配信しようかな。一
1時間ぐらいかな。起きた回だけでもって。いやでもね、2期生のツイッターはあの宣予告とか宣伝みたいなお知らせがないとねツイートしちゃいけないんですよ。あ、お話し会がありますってこの後お話し会がありますって朝5時にそうなんですよね、内容ツイートの宣伝がないとというルール。起きたよってお知らせ原田さやくん起きましたよ皆さんぜひぜひ押してくださいってツイートえ、これも宣伝だよねちょっとマネージャーさんにダメって言われそうだよそして2度ね。かまってちゃんすぎるってそれはそう、朝だよというお知らせ本日は7月3日ですってお知らせ。でも明日土曜日だ、土曜日だ、そっか、私の好きな好きな曜日が回ってまいりました。鶏の役割しちゃう、鶏かりんそう、人は人だけをみんなだけ起こして私は二度寝。2月2日ケロケッコケロッケロ。明日も全身写真お願いしますって、どうしようかな。明日はちょっと下ジャージかもしれないからなちゃんと下もおしゃれしてたら全身写真撮って送ります。今日うどんの日なの？そうなんだ。うどんずっと食べてないやって言おうとしたけど、この前の24時間配信で食べましたね。あ、上下ジャージでもいいの？そう、うどん踏んだの初めてだった。さぬきうどんをね作ったんですよ、24時間配信で。みちさんとあかりんさんが来てくださって、初めてうどん踏みました。なんかさ、すごいリト茶だからかな、なんか可愛く踏んでみたいな感じの空気になってだってちょっと恥ずかしかったです私あれちょっとひどくないってなりましたねうどん可愛く踏むってそう言われちゃったそう、可愛く踏むとはってなりました。え、なんかね、ムニムニしてましたよ。ムニムニというか、なんか不思議な感じだった。ふにゃふにゃあ、確かにスキップしたらよかったかも。うん、楽しかったです。ジージーって
しい。その上でレイダウン踊ってほしかったって布団を踏みながら。さやかりんスキップできない説って。できますよ。失礼ですねできますよ。スキップぐらいできるかな。リトチャでスキップしてる？してるとこあるかな？スキップってあるっけ？曲に。さやかりんバク転できない説バク転はできないかなバク転はできないかな。なんか体育の時間で機械運動みたいな、なんかいっぱいバク転とか側転とかする時苦手でした。めっちゃ苦手だった。青春時あれなんかスキップではない気がする。スキップではない、なんか片足でぴょん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 みたいな跳び箱はできたんですけど、あれが跳び箱の上で回転するやつ、でんぐり返りするやつ苦手だった。怖かった。え、怖くないってなってましたえ、なんて言うんだろう、跳び箱の上で回るやつ。あれ皆さんできますか？でも冷静に考えたらさ、跳び箱の上で回る意味ってあるのかな。ねえ、落ちそうで怖いよね。なんかあれで怪我してる人とかもいて、ちょっと怖かったね。怖い怖い。あ、大乗前転、それだそれだ、懐かしい大乗前転そう、跳び箱の上で回る意味あるのかなって思って思いながら体育受けてた冷静に分析しないって言われてる。この前は誕生日メールありがとうって、こちらこそお祝いさせてくださってありがとうございます。ナーミントさん、タワーありがとうございます。ナーミントさん、タワー、ありがとうございます。お、遅れましたが七並べ一おめでとうって、ありがとう、ありがタワーです。後でまたお礼を書かせていただきます。わっしょいわっしょいって、ありがとう、ナーミントさん、ありがたわです。お礼を書かせていただきます。ありがとう、ありがたわ、タワーです。くま姫ちゃん888って、ありがとう、タワーで書かせていただきます。888888。で、チャチャンチャンチャンタンタタン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 タタン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 。明日って雨なのかな。フェイカリン床に手つかない説。え、あれですか、ペターってなんか体柔らかいみたいなやつ、あれつきますよ。私体はね柔らかいんですよ。長座体前屈みたいなやつ結構良かった雨なんだ、雨なんだ、明日は雨なのか。じゃあ雨ですが土曜日だしお話し会だし気
気分を上げていきましょう。帰り道考えるよね、悲しいことやいいこともあるさ。7月って気がしてない、まだ。体硬いと思ってましたって。体は柔らかい。あのなんだっけ、ストレッチみたいなやつ。でもどうだろう、最近またちょっと硬くなったかもしれない。夏といえば、夏といえばなんだろう、トマト。トマト。夏野菜。虫の季節。お盆。セミ。セミっていつから鳴き出すんだろう。いつから鳴き出すのかな。まだセミの声聞いてないです。ミミ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 ミ。つくつく帽子、つくつく帽子。浴衣、確かに。青い空、広い雲。輝く大地。今日泣いてた。あと福岡。福岡泣いてたの。じゃあそろそろ泣くのかな。ね、もうね、泣いててもおかしくない時期だよね。トクトク帽子、トクトク帽子。ジジ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 。ひまわり、そっか、ひまわりだね。夏といえばひまわり。ナーミントさん、タワーありがとうございました。ナーミントさん、熊姫ちゃんタワーありがタワーでした。ありがとう、ありがとう、ありがタワーでした。ありがとう、8888、ありがタワーです。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ありがタワーであります。クマと同じ表情してた？どんな表情だ？にっこり。ねえ、もう23時だ。そろそろケロップかな。どうしよう、何にしよっかな今日は。かずささん、かわいいギフトありがとうございます。
わいいギフトありがとう。お疲れケロって初見さん、お疲れケロ、お疲れ様です。どうしよっかな。うーん、お疲れ様です。そっか、金曜日だから平日、皆さんお疲れ様です。よくぞ乗り越えました。拍手拍手拍手。あ、テロップじゃ書こう。ハッシュタグ二度寝私はお風呂に入って寝ようかと思います。こんなテロップの使い方するの腹だぐらいって言われてる。いやでもさすがにちょっともう、あの明日の朝は多分ツイートしないと思いますので、皆さんそんな大丈夫ですよ。そんなね、あれ大丈夫だよ、身構えてなくて大丈夫だよ本当に。からの起きそうって、いやだってすることないもん、ツイートすることないもん、さすがにさ、ちょっとちょっと、さすがに、さすがにちょっとかまってちゃんになっちゃう。いや違う、いい藤が今違います、あの信じてください、振りじゃない振りじゃない振りじゃないですもんね。内容がねあったらよかったんですけど、ちょっとないから。皆さんもゆっくり寝てください。私も明日の朝のね目覚ましは何時にセットしようかな。私本当にね、目覚まし時計の目覚まし時計のねあれが数が多すぎるんですよ。え、アラームのさ数がね本当にねありすぎるの。え、だから私もう、世の中で一番アラームがの数が多いかもしれない。こんな人いるかな。本当にもうずっと刻んで、なんでそうなったって私もわかんない。え、だってほら5時、5時5分、5時10分、5時15分、5時30分、6時、6時10分、6時15分、6時30分、6時45分、7時、7時15分、30分、45分、7時50分、55分、8時、8時10分、8時15分、8時30分、8時35分、8時45分、9時。いやなんかね、もういろんな時間に起きることがあるから、ほら9時台もめっちゃ刻んで、10時台もいっぱい刻んで、11時台も刻んで、12時台も刻んで、13時台とかまで刻んでる。13時40分、13時45分、13時50分、14時、なんか14時な謎に2個あるから1個消そう。14時15分、14時20分、14時30分、14時50分。15時も刻んで、16時も刻んで、17時も刻んで、18時も刻んで、19時はなんか19時13分しかない。これ何の時間だろう。20時、21時50分、22時10分、22時15分、23時55分。こんなにやんでれ。不規則すぎて。
て逆に安心って。なんで安心なの、なんでだろう。確かに22時台に起きるのって何してたんだろう。これいつ起きたんだろう。私22時に光の闇を垣間見た気分ってやめてください。なんでだろうね。この23時55分に鳴らした時のもう記憶がもうないんですけど、何してたんだろうね。この13分とかに合わせてるのはなんだ。17時58分とか何したかったんだろう。おじゃる丸を見たかったのかな。あ、多分そうかな。ということで、じゃあどうしよう。明日の朝は原田はギリギリまで寝たいな。お話し会11時からで、朝ごはんはねもう買っていきますので。何時に起きましょう。8時でも似合うかな。はい、もうちょっと照明8時にもう私目覚ましかけたので。明日はね10時30分までは寝ないよ。明日はもう私は8時にしか起きませんので。はい、もう5時にはツイートしません。2個で大丈夫、大丈夫かな。ちょっと不安だね。ちょっと不安です今。8時と8時10分で大丈夫かな。じゃあちょっと8時15分も入れとく。一応3個の構えでいこうと思います。よし、明日は土曜日。あ、8時5分も確かに欲しいかもしれない。そうだね、ありがとうございます。ちょっと8時5分作りますね。心配性、もうね不安なんですよ。起きれない、寝坊することに対して。8時5分、8時2分とかもいるかな。どう思いますか。8時5分、いらん。じゃあちょっと4個構えでいきました。じゃあそろそろ、あら、かっこいいって。ありがとうございます。7時58分もあるある、私もよくします。ちょっと58分ぐらいに不安だからかけとこうって。あ、4時55分はいらないかな。今日はいらないかな。GG ギフト、ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろ誕生を読ませていただきます。ダダン。じゃじゃん。そんなこんなわけでね。13位、 TM マンさん、ありがとうございます。パチパチパチ。12位、ハッシーさん、さやかりん障害推し、ありがとうございます。11位、ビルマさん、ありがとうございます。10位、カズサさん、明日は一日お話し会よろしくです。よろしくお願いします、ありがとう。9位、アキさん、ありがとうございます、ありがとう。8位、ゴールドシップさん、ありがとうございます、ありがとう。7位、ヤマイさん、
明日お話し会たくさんお話しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。6位、一光さん、ありがとうございます。パチ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 。5位、鳥さんさん、ありがとうございます。ありがとう。4位、F 渋谷さん、ありがとうございます。ありがとう。3位、よしひこさん、ありがとうございます。ありがとう。あれ、私順番飛ばした？順番飛ばした？順番飛ばしました？あ、飛ばしてない？え？あ、よかったよかった。ちょっと飛ばしたかと思ってちょっとびっくりしました。記憶が飛んじゃった。何位だっけ今。あ、2位、静岡の電話のたけさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、飛ばしてないよって、ありがとう。ありがとうございます。そしてそして1位、ナーミントさん遅れましたが、7並び1位おめでとう。ありがとう。ありがタワーでした。ありがタワーでした。バシャン。ありがとう。ちょっと時空超えちゃったかも。今日は1月1日から飛んできましたね。うん、ありがとうございました。はい、そしてそして本日のラッキーフォーティーの方はドロー、じゃんじゃん、ククルさんです。ありがとう。ありがとうございました。ということで、じゃあ皆さん本日、え、ドラムロール私下手くそなんですよ。ドロロロ。本日は皆さん1週間お疲れ様でした。ぜひぜひゆっくりと休んでください。明日もまた一緒に楽しみましょう。ありがとう。見てくださってありがとうございます。じゃあそれではおやすみケロー。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。ありがとう。話し会よろしくお願いします。バイバイ。